ございます、名古屋産業大学の瀬川です。今日は、自宅からお送りしております。昨日あのマイクに雑音が嫌に入るのでちょっとマイクを変えてみました。どうでしょうか。産業遺産について、まあ、今のところちょっと急ピッチで作業を進めております。で、産業遺産ですので産業革命がどうだということをきちんとやっていかないと、まあ、ただそこにあの産業革命時代の遺産があってそれをどういう形ですかという話だけに終わってしまう。で、そうではないですね。で、これはあの、まあ、エリー、愛しのエリーと覚えてますが、ヨーロピアンルートオブインダストリアルヘルティング、この、まあ、巨大なホームページに、産業革命が整理されているんですね。で、イギリス、フランスと、まあ、これを利用して、まあ、まとめてお話をしていたんですが、ドイツの産業革命に来まして、これ読んでみると全然これ完成もしてないしですね、内容が重複していたりなんかバラバラでちょっとこれ良くないですね。末尾が尻切れトンボになっていて、銀行や市民が株式を購入して投資資金を調達できるようになりました。一方でこれで終わっているんですね。でこれは困りますね。それで、まあ、産業革命についてはあの、まあ、論文もあるし専門書もたくさんありますので、前回専門書があまりないと言いましたが、それは間違いで、日本語の、専門書はないですね。でも、まあ、外国語、特に英語で、書かれた専門書はたくさんありますので、そういったものも研究しながらやらなきゃいけないんですが、まあ、手っ取り早くエリーのね、各国別の産業革命を、まあ、利用しようとしたんですが、ちょっとこれ、ダメですね。ということで、比較的いいのはあの世界史の窓というあ のがありまして、まあ、ちょっとこの世界史の窓というのはどういう主体がやってるのか、どういう先生方が書いてるのか、まあ、ちょっと調べなきゃいけないんですが、読んでみますと、まあ、非常に教科書的にいいなと。ただレベルがまあ高校生ぐらいのところでしょうかね。まあ、でもあの産業遺産を楽しむため、まあ、研究するために最低限持っていなきゃいけない世界史に、産業革命史についてはこの程度でいいんじゃないかなというふうに思われますので、ちょっとドイツをですね、ちょっとどっか行きましたね。ドイツの産業革命、を世界史の窓に切り替えましてね、ちょっとお話をあのしてみたいと思います。で、ちょっと待ってね、ドイツの産業革命はですね、ちょっとどっか行きました。はい、出てきました。ドイツの産業革命、各国別の産業革命の一般的なパターンを、まあ、ずっと紹介していきますが、私もちょっとうっかりしておりましたが、産業革命全体の説明の時に第一次産業革命と第二次産業革命というのをこう分けて紹介しているあのところが多いので、そうかということで、まあ、第一次と第二次ですね、軽工業から重工業へと、こういう産業革命の連続的な発展については、やはり産業遺産を語る場合に必要かなということで反省しております。しかし、まあ、各国別にざっと第一次産業革命、第二次産業革命も含めて概観した後、第二次産業革命の方に移ろうかなと。で、まあ、むしろ重要なのは第二次産業革命。重工業ですね、これがまあ帝国主義的な国家編成へと変わっていて、まあ、悲惨な戦争へ突入するということですので、むしろ第二次産業革命の方が重要ではないかなということで、まあ、今後の課題にしておきます。ドイツの産業革命につきましては、まあ、これはずっとイギリス、レスフェル型に比べて遅れて発展をしていくわけですね。まあ、この遅れて発展をしていったところが素晴らしいところであり、また、ちょっとあのいびつな
帝国主義へと突っ込んでいく、まあ、歴史のあやということに歴史のあやということになるのではないでしょうか。まあ、1840年代にラインラント地方を中心に、まあ、重工業部門から産業革命を進行させていった。で、ポイントはそういうことと、あと鉄道の拡張がまた後で言いますが国家の主導によって進んでいって急成長を遂げていく、まあ、国家主導型の産業革命と言われるゆえんです。で、まあ、私の方法論は産業革命をレッセフェール型と、それに遅れて、国家主導型で進んでいくドイツのようなタイプと、日本もそうですね。で、それとまた明確なその資金源を持たないために、ずっと産業革命としては遅れていって、まあ、なんて言いますかね、ゆっくりと成長するというか、まあ、あんまり産業革命という節を経ないまま成長していくようなタイプの国と、それから植民地として産業収奪を受けるタイプと、まあ、大きく言って3つないし4つのタイプの、タイプに分けて、それぞれ産業遺産の性質、特に時空構造、時間空間構造を候補論として確立できたらなという、まあ、仮説で進めております。道のりは遠いですが、まあ、一歩一歩やっていきたいと思います。で、ドイツの場合は80年代にはビスマルクによる 国内産業保護を意図して保護貿易政策が取られた。産業革命の当初においてこの国内産業保護というね、保護貿易、非レッセフェール、アンチレッセフェール的な政策が取られたというのが、まあ、歴史のあや、ドイツの産業革命の出発点の特徴ではないかと思います。で、19世紀前半のドイツ連邦、これは各報告、まあ、各連邦でしょうかね、報告が主権国家として独自の政治経済政策を持っていて、まあ、相互にその、移動する商品等に関税を掛け合うという、こうした統一的な経済圏として、発展する基盤に欠けていた。要するに、孤立分散した経済圏があったので、産業革命もなかなか進まなかった。で、産業の発展、工業化も遅れて、イギリス工業製品を一方的に輸入する立場に甘んじていた。逆に輸出は小麦というですね、まあ、こういう典型的な農業国家と、そう決めつけていいのかどうか分かりませんが、状態だったということです。で、まあ、連邦の中で力のあったプロイセンですね、これオーストリアと主導権を争っていたようですが、1834年1月にドイツ関税同盟を結成して、まあ、保護的な性格の中で、やってきたのを、まあ、関税同盟ということで、いくつか の、まあ、方を関税を廃止して域内の自由通商に踏み切って、まあ、レッセフェール的な方向へ行こうとするわけです。ここで、まあ、工業化の端緒を掴んでいったということです。まあ、資本論に出てくる、産業資本の循環式といったものがこう意図的に、まあ、模索されるということのようですね。で、発足は、これはしかしそれにもかかわらずイギリス古典経済学の自由貿易主義を否定して、アダム・スミスがその代表ですが、それを否定して保護貿易によって遅れたドイツ産業を育成するんだという、まあ、こういう、まあ、遅れて発展したドイツの流の経済学が登場してくるということで、これがリスト の経済学で、これは、まあ、我々 学生の頃ね、ちょっとかじった経済、有名な経済学者、まあ、いずれ機会があればね、リストのポイントも説明したいと思いますが、今回はちょっと割愛します。で、40年代に入ってライナントを中心に工業化が進んでまいりまして、それが産業革命の、まあ、初期段階となるということで、ドイツの鉄道もね、関税同盟結成の翌年の1835年に始まって、40年代に急速に、まあ、普及してまいります。これは機関車やレールで、その材料としての鉄鋼と蒸気機関車の、まあ、
先頭にある蒸気機関車の燃料としての石炭の需要が急増して、また工業地帯の、中心が東部のシュレージェンから西部のラインラントで有名なルール、ザールですね、こう移ってまいります。こういう重工業中心の産業革命の、まあ、走りがここで現れているわけですね。で、したがってドイツ産業革命の特色というのは、綿織物などの軽工業はね、すでに、イギリスでもう発展していきましたんで、これはちょっと太刀打ちできないということで、この世界史の窓によりますと、最初から製鉄機械などの重工業に力を入れて、まあ、いわば産業革命の手順を踏まずに一気にその革新部分に迫ろう、鉄道や道路建設をこれ私企業でなくて、まあ、日本もそうですが国家的事業として推進していくという、 こう逆立ちした産業革命というものが推進されていく、わけです。つまり、まあ、この世界史の窓によると、ドイツは第一次産業革命を経ないで重工業部門を中心とした第二次産業部門から始まっていくと、はい、かなり無理してるんだということで、説明をしてあります。これはうなずけます。まあ、したがって第二次産業革命をまたどっかで、ご紹介をして、こういったドイツの産業革命の特色を、日本もそうじゃないかと思うんですが、まあ、またこれは研究、ちょっと検討させてください。で、こうした国家的な工業線路線というものがドイツの中心なわけで、これはドイツ連邦がこう各方に分裂している状況、そういう政治体制の中ではできませんから、結局強大なプロイセンを中心とした ドイツ国家の形成と並行して進められるという特色を持っていきます。まあ、これがドイツの産業遺産の保全、保存、利活用、というものに、まあ、影響を与えていくんじゃないかという仮説、方法論で、進めてまいります。したがってこのプロイセン中心のドイツ国家の形成と並行して第二次産業革命が進展をしていくというパターンを取ります。プロイセンの優位が確立したのが、まあ、やっと確立したのが1866年の新仏、これちょっとこの戦争の名前ちょっと分かりませんので、ちょっとこの戦争はペンディングにさせてください。この1866年ですね、アメリカの南北戦争の直後の戦争になりますが、ビスマルクの下での軍国主義路線を明確にしてまいります。で、まあ、このビスマルクはちょっとこれ私も世界史で習った記憶があるんですが、フランスを挑発して、これはまあ習いました、新仏戦争に持ち込んで、ドイツ帝国がアルザス・ロレーヌの工業地帯資源を獲得して奪取して奪って、ドイツ重工業の基盤を拡充したしていきます。ですからこのような軍事部門と結びついてで発展していくドイツ産業革命の特徴をきちんと押さえて、まあ、このドイツの重工業、まあ、石炭や鉄鋼やですね、そういったものを研究していくということが、まあ、方法論として必要かなと思います。はい、そういうことで、まあ、ドイツ方法論的には今までイギリス、フランス、ドイツとやってまいりましたが、先進自立型のレッセフェル型 のイギリスと、ちょっと遅れてフランス型、フランスと、まあ、ベルギー、この次ありますが、イギリス、フランス、ベルギーという先進自立型の産業革命のタイプと、やはりここで後進的であったがゆえに国家主導にならざるを得なかったドイツのような、はい、第一次産業革命よりも、まあ、それをスルーして第二次産業革命を、まあ、先にやらざるを得なかった、まあ、これ一種のある種の国際分業だと思うんですけどね、やらざるを得なかったドイツのような産業革命のタイプを明確に分けることが、ね、必要かと思います。まあ、したがってこの第二次産業革命の主力になる重工業というものが、まあ、ドイツの産業遺産の中心になっていって、それをまあ分析をするということが産業遺産のまあ方法論になるかと思います。
まあ、したがってこういった国家形成をやってまいりますので、ちょっとこれ先取りなんですが、ドイツの産業遺産の保存利活用の基本は、文化国家論だという人がいるんですね。これは達見だと思いますが、要するに文化遺産産業遺産は国家のものだという、はい、そういう法行財政広報体系を持っていると、はい、いう研究がございますね、はい、ですからそういう形で、今後ちょっと整理をしていきましてね、またたびたびお話を申し上げたいと思います。したがってこのタイプのドイツのタイプの産業革命というのは、やはり日本イタリアがこれに相当するのではないかなという見通しです。で、まあ、イギリスドイツ型にも当てはまらないスペインポルトガルというような産業革命、まあ、これはもう産業革命というのは実情なかったんですかね。そういうタイプと第4番目に、まあ、これは産業革命が事実上存在しなかったので、排除してもいいんですが、まあ、そういう先進的な産業革命国家の、まあ、下請け植民地になることによって原材料を、収奪される、まあ、せっかく起こった綿工業を奪われてしまうと、はい、農村は白骨の死体の 山となったというような、まあ、インドのケースですね。まあ3つのタイプの産業遺産、産業革命と、まあ、それによって集団とされた植民地タイプの国と、まあ、こういうふうに大まかに分けて産業遺産、文化遺産、産業遺産を整理していくということを、まあ、強引にやっていこうかなと思っているわけですが、いかがでございましたでしょうか。